けど、ショールーム配信がバンされたのでちょっとインスタライブさせていただきます。誕生日おめでとうびっくりしちゃったちょっと急遽だからスタッフさんも怒んないでほしい。これはこれは誰も怒らないでほしいんだよね。はい、ショールームの設定変えてなかったのかな。私確かにいいよって大丈夫にしといたからって言われたんですけどショック。そう、ショールームしたかったんですけど残念。いや、今日の生誕祭があるので、そう、今日は生誕祭があるので、それが始まる終わった後にできたらと思います。なのでそこへ遊びに来てください。ショールーム配信ショックだった。22歳幸先悪い。うん、こっちの方が画質いい、よかった。黙々とアイス食べてますけどえ、今の顔ってどの顔？わかんないなんだ、25歳くらいかと思った。嘘、22ですこれも楽しみだね。うん、誕生日当日に生誕祭できるのが久しぶりなので、3年ぶりくらい、生誕祭自体3年ぶりくらいなのでめっちゃ楽しみです。うん、アイス美味しい、美味しいあ、そう、今日っていうか日付変わる前なんですけど、お仕事でスタッフさんがハッピーターンを袋ごとくれたんですけど、見てください、ひなって書いてあって、ハッピーひなターンかわいい。こことかも全部ハッピーひなターン、ここも22歳にしてくれて、うん、で後ろもなんだ、後ろのところも全部ハッピーひなターン、ハッピーひなターンハッピーひなターンをもらいましたなのでハッピーひなターン食べたいと思います。かわいい、田中さんありがとう、スタッフさん出来ます。ハッピーダン買おうって。ぜひハッピーひなたーんにしてください。アイスにハッピーターンに忙しい
った。なんかショールーム配信ができそうなんですよ。ショールーム配信ができそうみたいなので、今からショールーム配信に移行しても良さげですか？スタッフさんが対応してくれたみたいです。というか社長なんですけど、岡田さんありがとうございます。なのでショールームの方にちょっと行ってみようかな。インスタライブの方も見てくれてありがとうございます。ちょっとインスタの方投稿したので、よかったら投稿の方も見てもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。インスタライブもまたしますね。あ、じゃあ今からショールーム配信するから、公演が終わってから、生誕祭が終わってからはインスタライブをしたいなって思います。そうするね。じゃあショールームに移動。ありがとうございました。じゃあまた会いましょう。バイバーイ。